血管の病気と聞いて皆さんはどのような病気を思い浮かべますか？心筋梗塞、狭心症、下肢動脈閉塞症。血管には実に様々な病気が起こります。怖いですよね。今回はそんな血管の病気に対するカテーテル治療について、浅間総合病院循環器内科の篠崎先生にお話をお伺いします。篠崎先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。浅間総合病院循環器内科の篠崎です。今日はカテーテル治療についてご説明させていただきます。カテーテルとはこのような細い管の名称です。直径2ミリから3ミリの管で、中が空洞になっており、この中から機材を通して動脈硬化などの治療を行います。こんな細い管の中にさらに機材を通すんですね。今お話のあった動脈硬化とはどのような現象なのですか？動脈の内側にコレステロールや血栓などのプラークと呼ばれるものが蓄積する現象を動脈硬化といいます。内腔が狭くなると組織の栄養不足を起こし、詰まってしまうと組織の壊死を起こして様々な病気を発症させます。例えば心臓では狭心症や心筋梗塞を起こしてきます。心臓に栄養を送る冠動脈が狭くなると狭心症を起こします。動いた時など心臓が余計に栄養を必要とする時に十分な血流が送れないことによって一時的な胸の痛みを感じたりします。その冠動脈が閉塞してしまうと心臓の筋肉に全く栄養がいかないことにより、心臓の筋肉が壊死し心筋梗塞を発症し、今まで感じたことがないような激烈な胸の痛みを感じるようになります。動脈硬化って怖いんですね。その動脈硬化に対してカテーテルを使って具体的にはどのように治療を行うんでしょうか？このような動脈硬化に有効な治療方法としてカテーテル治療があります。カテーテルを主に手首の動脈から治療部位まで血管の内側から持ち込むことによって治療を行います。そして動脈硬化で狭くなった部位に、まず髪の毛ほどの細さの柔らかいガイドワイヤーを通過させます。そのガイドワイヤーをレール代わりにして血管を拡張させるためのバルーンを持ち込んで狭くなった血管を拡張します。バルーン拡張だけでは元に戻ってしまうこともあるため、ステントという金属の網を植え込んで血管を拡張することが一般的になっています。最終的には狭くなっていた血管の内腔が広がって症状が改善します。アニメーションで見ていただくと分かりやすいかと思います。動脈硬化部位にガイドワイヤーを持ち込み、それを通してバルーンを用いて拡張します。その後にステントという金属の網を植え込んで拡張することで血管の内腔を保つようにします。よくわかりました。動脈硬化を起こした動脈を一体どうやって見つけるのですか？この後ろにあります血管造影装置を用いて見つけることができます。放射線を用いてこの装置で血管やカテーテル治療の器具をこちらの画面に映し出して検査や治療を行います。
血管はそのままでは移りませんので、造影剤という放射線を通さない薬を用いて血管内を影のように映し出して細くなった部位を見つけます。このように黒く映し出された血管造影画像を用いて閉塞している心臓の冠動脈をカテーテル治療で再開通させたり、足の動脈の閉塞部位を広げて血液が流れるようにします。この黒く映っているのが血管なんですね。浅間総合病院では血管造影装置が新しくなったそうですね。その特徴を教えていただけますか？はい。従来の装置ですと、鮮明な画質を得ようとすると放射線量を上げる必要がありました。放射線量を上げると鮮明な画質が得られますが、放射線被曝が問題となります。治療にも放射線被曝が発生してしまうんですね。被曝は怖いので、できるだけリスクを少なくしたいですね。その通りです。カテーテル治療において被曝は避けては通れませんが、その被曝線量を低くする必要があります。医療被曝というものは患者さんにとっても我々医療スタッフにおいてもリスクとなります。今回当院に導入された血管造影装置は世界初の AI 人工知能を搭載された機種の1号機となります。人工知能による学習能力を生かして被曝線量を低減しながら鮮明な画像を得られるようになっています。従来機種に比較して 40% 以上被曝線量を低減できると考えられます。被曝線量を減らしながら良好な画質が得られることは、患者さん、医療スタッフ双方にとって非常に重要なこととなります。これが従来機種と新しい機種で撮影されたガイドワイヤーの画像ですが、被曝線量は落ちているものの、このように従来機種では不鮮明なガイドワイヤー部分も新しい機種では鮮明な画像が得られるようになっています。また足の血管などの撮影では、足が動いてしまった場合に従来機種では血管が不鮮明になってしまいましたが、新しい機種ではこのようにきれいな血管画像を撮影することができます。実際にこの装置で治療した画像を説明していただけますか？はい。このようにこの血管造影装置を用いて手首から心臓までカテーテルを持っていきます。造影剤を用いて血管を映し出し、狭い部分を見つけます。その狭い部分にガイドワイヤーという細い針金を通します。そのガイドワイヤーを通してバルーンを持ち込んで狭い部分を拡張します。このようにバルーン拡張だけでは不十分な拡張のこともあります。そのためステントという金属の網を植え込んで血管を拡張します。最後に血管が良好に拡張されたことを確認して終了します。手首の動脈から治療した場合、
治療後、患者さんはすぐに歩いて部屋に戻ることが可能です。すぐに歩くことができるなんてすごいですね。そうですね。カテーテル治療は患者さんの負担が少なく、局所麻酔で行えて短期間の入院で済むことが長所です。どのような血管がカテーテル治療の対象となるんですか？ある程度の血管系があれば、あらゆる血管が対象となります。我々が治療しているのは主に心臓を栄養する冠動脈、足に行く下肢動脈、腎臓の腎動脈、脳に行く頸動脈、腕に行く鎖骨下動脈などの血管です。具体的な治療方法を伺ったところですが、カテーテル治療を受けなくてもいいように、動脈硬化予防のために重要なことはありますか？動脈硬化の予防は普段の生活習慣の改善です。野菜を多く摂り、糖質、脂質、塩分を制限した食事を摂ることが重要です。禁煙、適度な運動も重要です。高血圧、糖尿病、コレステロールや中性脂肪などの脂質異常症の方は、それらを厳格に管理することも重要です。生活習慣の改善による動脈硬化の予防が重要なんですね。最後に、動画をご覧になっている皆さんにメッセージをお願いいたします。動脈硬化は日々の生活の中での予防が重要です。しかし、もし発症してしまった場合には、治療までの時間を短くする必要があります。今まで経験したことのないような胸の痛みや足の痛みが出現するようでしたら、我慢せずすぐに受診するようにしてください。また動脈硬化が不安な方は、いつでもご相談ください。